偽名とは、本来の作者とは異なる人物の名が入れられた名の、ことである。日本刀、陶器、茶道具等の古美術品に付されることが多い。あらゆる古美術品には、偽物が混在しており、日本刀も伝来品には、偽物が多いことは、苦労との間では、常識となっているが、日本刀は、茶器と違って、伝来の事実ではなく、昇進であることこそが重要とされる。 室町期以降の古党を含む神刀、サラサラ刀を鎌倉期の刀に見せかけた者等は地鉄、姿から看破できる。ましてや現代投稿による鎌倉期の写しが国宝に指定されているなどというまことしやかな噂は高等無形である。大魔城無名であろうとも古党の場合は地鉄の特徴、匂い口が決定的に異なる。例えば新党最上作である。 堀川国博が、総集単野の策を映しているが、鎌倉木の地鉄、匂い口と、慶長元泣きの綺麗な浸透地鉄とでは、時代の差が歴然としている。また、高知が、正木係、帽子は、新透の小丸となり、昇進作と比べれば、一目瞭然である。古等間、古等、新透間で、偽名が行われやすい投稿、流派を数種挙げておく。 基本的に、技術関係が深い一派の間で行われやすい。身の物のについては、高知、まさきがかり、出来となるため、神道からの馬鹿市が多い。また、浸透、サラサラ陶器を通して、静図写しが人気だったため、大魔状のものにはよくよく注意が必要である。神道からの岩作については、高知の鍛え目、帽子の焼き具合の2点を注視すれば乾パするきっかけになる。 新盗以降、地鉄に顕著な全国的作がないことから、弟子の作を、師匠の作等、数多く見られる。小鉄、津田助弘、井上新海、源清丸が著名である。そのため名振りを変えたり、茎の胸を丸胸にしたり肉を持たせたり、隠した金を入れたり、化粧ヤスリを複雑にしたりと、様々な工夫が見られる。当時に行われた偽名は、茎、 名の研究が進んだ今日においては茎を見るだけでも、比較的容易に見破ることができる。配当例以降、投稿は困窮し、中には、偽名を始める者も,もいた。ことに、刀剣界全体が困窮していたため、その細工は、聖地を極める。最も著名な偽名氏は、細田平次郎直光、通称、丹野表である。丹野平らは、古刀、神刀、 さらさら刀問わず、それらしい刀を選んでは、偽名を施した。後に、提出儀原因となる、合算定一も、得意の堀で人差をしただなをはじめ、偽名を行った。くだって、現代においては、押し形や、写真集により、投稿昇進名が多く知られ、現代等々を無名にして、昇進名のコピーを茎に貼り付け偽名を切る。しかしながら、 現代における偽名は、茎の錆色が不自然で、また地鉄も異なることから、看破できる。刀の偽名、岩作を見極めるには、五家伝、各時代の姿、地鉄、焼き場の特徴、茎に精通していなければ困難である。そのためには、正真正銘の刀と直接対峙し、自分なりに見極めところを覚えていくことが必要となる。ありがとうございます。